1978年のジャイアンツ投手陣。堀内恒雄12勝9敗、防御率 3.54。 小林茂13勝12敗2セーブ、防御率 4.10。 三浦久雄15勝7敗15セーブ、防御率 2.81。 三浦は最優秀防御率と最優秀救援のタイトルを獲得しました。加藤はじめ8勝5敗3セーブ、防御率 3.61。 西本隆史4勝3敗2セーブ。隅三男5勝7敗7セーブ。小俣進2勝1敗。浅野圭司2勝3敗。この年のジャイアンツは65勝49敗16分けで2位に終わりました。